メガライダー、主人公そっくりのダークライダー5000、1人目メガ電王、仮面ライダー電王の映画で登場、メガタロスというイマジンが変身したライダーであり、すべてのスペックが電王ソードフォームを上回っています。撮影の際はソードフォームのスーツにシートを貼り、 CG 加工で紫色にしているため、メガ電王自体のスーツは存在せず、またディケイドのメガの世界ではぴったりな名前なのに登場させてもらえないという案外不遇なライダーでもあります。2人目仮面ライダーデューが、仮面ライダーデューキで登場。仮面ライダーデューキとほぼ同じ形状のスーツですが、全体的に黒く、ライダーズクレストもまがまがしい形になっています。ブラックドラグバイザーという召喚機を使い、カード装填ボイスも鈍い声になっています。3人目武神ガイム、仮面ライダーガイムの映画で登場。武神ライダーの一人であり、ガイムのオレンジアームズが赤黒くなったような見た目をしています。変身サウンドはガイム、オレンジアームズが花道オンステージなのに対して、蛇の道オンステージになっています。4人目ダークカブト、仮面ライダーカブトに登場。仮面ライダーカブトのプロトタイプとして開発されたライダーで、マスクドライダーシステムの第0号機です。変身者は擬態天道総司で、一人称は僕になっており、子供っぽい口調で話します。副眼が黄色になっており、装甲は黒く赤い基板のような模様が入っています。5人目メタルビルド、仮面ライダービルドの V シネマ作品に登場するライダーで、ビルドハザードフォームに似た見た目をしています。ハザードフォームをさらに強化させて設計されたライダーであり、一定時間経つと暴走してしまい殺戮マシーンになってしまう。ハザードフォームに対してメタルビルドは暴走せず、グリスを倒すほどの戦闘力を持ち、後にファントムビルドへと進化しました。